日本,日本選手権シリーズ、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 通称、日本シリーズは、日本プロ野球のペナントレース終了後、クライマックスシリーズ優勝チームによって行われる、各年の日本一のプロ野球チームを決める試合である。正式名称は、プロ野球日本選手権シリーズ。1949年のプロ野球のリグ分裂を、 受けて、翌1950年にセントラルリーグとパシフィックリーグのそれぞれの当年の優勝者が野球界の日本一の座をかけて対戦するシリーズとして創設され、2007年にクライマックスシリーズ制度が導入され、リーグ戦の結果とは無関係に同シリーズの優勝チーム同士によって行われるようになったことで、プロ野球の年間王者を決めるという創設当初の性質は薄くなっている。 初年度以降、中止になった年はない。2005年から2013年の間は、本シリーズの優勝者がさらに、アジアシリーズ、日韓クラブチャンピオンシップに、日本代表として参加した。なお、一リーグ時代に、春季優勝チームと、秋季優勝チームが対戦して年間チャンピオンを決める、試合もあったが、一般には、この1950年に始まる日本シリーズが、 一般的であるため、本校においても1950年以降の試合についてもべる。2007年以降は、両リーグ共にペナントレース後に行われるクライマックスシリーズの優勝チームが出場している。賞金、賞品は2018年のもの。2011年から2013年までは、特別協賛、関スポンサーのコナミより、上記賞とは別に以下の賞が追加された。 みんなで選ぶコナミ賞は大会期間中にコナミの大会特別公式サイトコナミが携帯電話サイトで展開するソーシャルネットワークゲームサイトプロ野球ドリームナインアーケードゲームベースボールヒロスの成績閲覧ページやゲーム機からのファン投票によって行い大会終了時の表彰式で表彰選手を発表するものである2011年は各ゲームからの投票でドリームナイン ベースボールヒロス賞を選んだ。第1回1950年から第4回1953年についてはメジャーリーグベースボールを参考にした日本ワールドシリーズという名称だった。日本シリーズの日本の読み方について以前は日本と読ませるのが主流だったが2000年頃からは日本と読ませるように変更されている。この理由として 日本一に輝いたチームに授与するチャンピオンフラッグの旗面に日本が縫い込まれているためとされている。なお、このチャンピオンフラッグは縦1.4メートル、横3メートルの大きさをした三角形のペナントとなっており、制作に100万円近くを費やしていると言われている。これまで日本シリーズでは大会協賛スポンサーとなる企業、団体がなかったが、 2011年から2013年までゲームソフト大手のコナミ株式会社、あとのコナミホールディングス株式会社が大会特別産スポンサーとなり、大会名もコナミ日本シリーズ、西暦年度コナミ日本シリーズとして開催された。なお、コナミは過去に2005年から2007年にアジアシリーズにコナイカップとして特別協賛したことがある。 2014年から2018年は三井、住友銀行が冠スポンサーとなり、SMBC 日本シリーズとして開催される。なお、SMBC は本大会特別協賛を機に、2014年10月1日より、本大会を主催する日本野球機構の3スポンサー、NPB パートナーの締結を結んだ。かつて、日本シリーズは開催される10月頃は冬に向かう。 時期で寒くなることから平日であってもデーゲームで試合が開始されていた。日本シリーズが史上初めてナイトゲームで開かれたのは1964年第15回の阪神タイガース対南海ホークスだった。これは東京オリンピックの開催の妨げにならないようにとの配慮で開会式が予定された10月10日までにすべての日程を消化させることにしていた。本来は 1> 第1戦が9月29日、第7戦は10月7日であったが、セントラルリーグの優勝決定がずれ込んだ上に、雨天順延があり、10月10日に最終戦を開催せざるを得なかった。これが影響してか、シリーズの平均観客動員は、歴代最低を記録したため、翌1965年からは、元のデイゲーム開催に戻すことにした。 だが平日開催ともなると会社や学校を休まない限り試合の観戦が困難となったりテレビの視聴率の問題にも関わることから1994年第45回読売ジャイアンツ対西武ライオンズでは試験的に非開催の第3から5戦西武ライオンズ球場に限りナイトゲームで実施その評判が高かったこともあって1995年第46回 オリックスブルーウェイ部隊ヤクルトスワローズ以後は全試合に対した。2011年の第一戦は17年ぶりにデーゲームで行われた。これは中継権を獲得したフジテレビで同日のゴールデンタイムにワールドカップバレー2011を放送したためである。2005年第56回の千葉ロッテマリーンズ対阪神タイガース第一戦10月22日千葉。 マリンスタジアム7回裏1アウト、ノームの試し試合が中断し天気が回復しなかったため、そのままコールドゲーとなった。天候災害でのコールドは1953年、第4回の読売ジャイアンツ対南海ホークス第3戦の8回終了時点で、こううコールドゲームになって、以来52年ぶりであるが、ノームによる中断からそのまま試合打ち切りとなったのは、シリーズ史上初。なお、 コールドゲームで優勝決定となった試合はこれまで一度もない。開催日程及び開催会場が変則的な形となった例は以下の通り。の開催は両リーグの出場チームが文京区の後楽園球場に当時本拠地を置いていた巨人と荒川区の東京スタジアムを当時本拠地としていたロッテであり、全試合が東京都での開催となったため、 史上初めて同一都道府県内のみでの開催となった東京シリーズ。同一都道府県での日本シリーズは、この1970年と上実の後楽園シリーズの2例のみ。2015年現在は2008年にオリックスが大阪府をフランチャイズとし、聖リ両リーグの球団が共に本拠地を置く都道府県がないため、通常のフランチャイズ制度下では、 同一都道府県で開催されることはない。2010年までは基本的にホームゲームの球団が推薦した放送局と直接交渉し、その放送局の属するネットワークにより全国制中継された通常レギュラーシーズンの放送を頻繁に行うつぼねが推薦され生放送される。しかし2010年の日本シリーズで地上波全国中継が実施されない試合が3試合あった。 ことを受けて、2011年は、新室球団が放送局を推薦した上で、テレビ中継協賛スポンサーの広告代理店に、その放送局への中継交渉を行う方式を取った。それでも、通常レギュラーシーズンの放送を頻繁に行う、つぼねが、優先的に推薦されることに変わりはない。これ以降の中継では、放送局の番組編成の都合から、 試合開始時間が繰り上がる事例が発生している。2011年の第1戦、2016年の第5戦。系列局ごとによって対応が異なる。プロ野球中継放送実績のない放送局は原則として省略する。日本テレビ系列テレビ朝日系列、TBS 系列テレビ、東京系列富士テレビ系列。その他2010年は、 地上波全国放送が行われない試合があったため、J スポーツで第一点に5試合を自主制作、うち第一戦はテレビ愛知の映像提供を受けてで放送した。FOX Sports Japan は放送実績なし、NHK 日本テレビ系列テレビ朝日系列、TBS 系列テレビ、東京系列富士テレビ系列、その他 b s イレブンとエ11フォックススポーツ エンターテイメント J スポーツでの放送実績なし。日本シリーズは NPB 主催のため、レギュラーシーズンの放送権の有無にかかわらず平等に中継することができる。2004年現在は JRN 系列における東京ヤクルトスワローズのホームゲームが該当する。放送権は原則としてシリーズ全試合が対象。NHK ラジオ第1放送と文化放送。 日本放送は毎年生中継を実施、そのうち日本放送は開催球場問わず全試合自社制作となり、特に1989年以降、朝日放送ラジオと毎日放送は毎年、東海ラジオは中日が連覇した2010年と2011年以降もカードに関わらず日本シリーズを試合開始30分前から完全中継している。 なお、シリーズ期間中は、ナイターオフ編成のため、レギュラーシーズンとネットワーク編成が異なる上、ネット受けの放送を行わないツボネも出てくる。また、地元球団があるツボネでは、当該球団が出場した場合のみ放送するツボネも、ある。ラジオ大阪は2006年以降、TBS ラジオは2018年以降、放送は行っていない。 RF ラジオ日本は2013年以降、読売ジャイアンツのホームゲームのみ放送。1988年の中日の優勝の翌年以降もカードに関わらず日本シリーズを中継していた CBC ラジオは2018年から中日が出場しない場合は中継しないことになった。FM については埼玉西部ライオンズが進出した場合のみ、NAC5 で放送する。 アベマ TV では開局した2016年以降、出資元のテレビ朝日が中継する試合において、独自の実況、解説をつける形で、同時配信を行っている。その他のキー局が出資元となっている、インターネット配信業者においても2018年から、フール、日本テレビ、パレビー、TBS、フジテレビワンスマート、フジテレビにて、同時配信を行うようになった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。